諸君にはたくさん楽しいアトラクションを用意してる。例えば死や破壊や病気、現代社会が与えてくれる楽しみが全部詰まってる。お前らは逃げ回ってるだけだが、こっちはもてなしてやってる。この美しい場所を見ろ。バラの香りを嗅げ。俺たちが共にいるこの瞬間に感謝だ。こいつは痛みを感じない。この噂にぴったりのマシンだ。さあ、それをどこに使う？探せ、楽しいぞ。少なくとも俺はな。これはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。このおかしな仕掛けをどうやって開くのか。俺が鍵をそこに置くのか本当に思っているぞ。たぶんお金だろう。お前は罠にかかる。お前らに必要なもんを教えてくれないとね。なんでそんなに急いでるんだ。ここでは急ぐ必要だな。もう一度。こいつはこう呼ぼう。毒毒人。少し考え直すか。僕も自分でやるのが一番手っ取り早い。わかるだろ。そいつは鍵だ。氷河の方がもっと早く動くぞ。これで俺が焦ると思ってんのか。全く問題ない。お前らの死が先延ばしになっただけだ。そうか、ここまで来るとは思わなかった。だがまだ終わりじゃない。これはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。だが、これは無用だ。最高にうまくいったぜ。やっぱ俺最強。
さらなる実験のためにお前らは置いとく。